ベルグレービアの終文は BBC が2012年に制作したドラマシャーロックのシーズン2エピソード1である。原案はボヘミアの終文エースキャンダルインボヘミアである。物語は前作大いなるゲームでのクリフハンガーからスタートする。シャーロックとジョンはプールサイドで二人を狙撃手に狙わせたジム・モリアーティと対峙している。二人は自分たちが死んででも モリアーティを消すことを選び、シャーロックが拳銃で爆弾に当たりをつける。ところが、そこにかかってきた電話が、モリアーティの気を変え、彼が立ち去って二人は助かる。後日シャーロックは、レストレードから放置車両のトランクで見つかった遺体の件を依頼される。遺体の男性は、デュッセルドルフ行きの飛行機へ、搭乗手続きを行っていたが、なぜかロンドンで発見された。 さらに彼の登場するはずだった便は爆弾テロにより墜落していた。シャーロックは現場に赴くが、推論を絞り込めない。続いてシャーロックとジョンはバッキンガム宮殿に呼び出され、マイクロフトと王室自重からアイリーン・アドラーの件を依頼される。彼女は BDSM サービスを制御としており、王室関係者の若い女性顧客の写真が手元にあることを知らせてきた。 シャーロックは他に要求もせず、ただ写真の存在だけを知らせてきた彼女の行動に興味を抱き、この依頼を引き受ける。二人はその後アイリーンの邸宅に向かい、芝居を打って入り込む。シャーロックは全裸で現れたアイリーンに圧倒され、蘇生について推理ができない。ジョンが作戦的に起こした火災騒ぎで、シャーロックは写真の収められた隠し金庫に気づくが、 そこに銃で武装した三人組が現れ、シャーロックとジョン、アイリーンの三人を脅す。シャーロックは金庫のパスがアイリーンのスリーサイズであること、そして金庫内に銃が仕掛けられていることを推理し、仕掛けを逆手に取って襲撃者に逆襲するとともに、写真が収められたアイリーンのスマートフォンを盗み出す。一方アイリーンは、シャーロックに薬物を注射して、 スマートフォンを取り返し逃走する。季節は過ぎて、クリスマスになり、ベーカー街221バイトでパーティーが開かれている。シャーロックの携帯にメールが届き、アイリーンのスマートフォンがマントルピースから見つかる。パーティー後、シャーロックはバーツへ顔が潰された女性の遺体を見に行き、そのスリーサイズからアイリーンの遺体だと確認する。大晦日、 外出しようと下宿を出たジョンは女性に呼び止められる。ジョンはマイクロフトの呼び出しだと勘違いして車に乗り込むが連れて行かれた先のバタシー発電所ではアイリーンが待ち構えていた。ジョンを追ってバタシーに来たシャーロックはアイリーンの生存に傷つき下宿へ帰る。半年後、アイリーンはベーカー街に現れ顧客へのサービス中に盗撮した暗号を解くよう。Yo! シャーロックに迫る。シャーロックは暗号が航空機の座席指定であることを見抜くが、アイリーンはこの情報を隠れて、モリアーティに送信する。そのため、マイクロフトや国防省が計画した死者のフライトが頓挫してしまう。政府はこのフライトが爆弾テロの標的だと事前に察知していながら、その事実を隠すためあえて爆弾を放置していた。代わりに、 方々から遺体を集めて、搭乗客とし、航空機を自動操縦で離陸させた上で、テロ組織に爆破させる計画だった。空港に呼び出されたシャーロックは、マイクロフトから自分のせいで計画が頓挫したことと、冒頭レストレードに依頼された事件が、同様の計画の一部だったことを告げられる。そこへやってきたアイリーンは、背後で、モリアアーティから指示を受けていたことを伝え、 スマートフォン内の情報と引き換えに多額の金銭と自分の安全保障を要求する。マイクロフトが要求に屈する前にシャーロックはパスコードを突き止める。彼がパスコードを入れると画面には IAM シャーラクトと表示され、アイリーンが彼に惚れ込んだためのシャレだったことがわかる。数ヶ月後、マイクロフトと会ったジョンはアイリーンがカラチで テロ組織によって殺されたと知らされる。シャーロックが傷つかないようにと、ジョンはマイクロフトの作った偽の筋書きを伝える。シャーロックはマイクロフトがジョンに渡した機密ファイルから彼女のスマートフォンを抜き出して自分のものにする。その後場面がカラチに変わり、テロ組織の一味に変装したシャーロックがアイリーンを逃がしたことが示唆される。原案はボヘミアの集文。 エースキャンダルインボヘミアである。ベーカー街にやってくる依頼人の設定には原点に例を引くものがいくつか存在する。ジョンのブログのタイトルにもなっているザギークインタプリタはギリシャ語通訳ザスペックルドブロンドーはマダラの紐に由来する。また、ジョンのブログのカウンターが1895で止まっているが原点における1895年はブラックピーター冒頭で ホームズが最も活躍した年とされている。ストランドマガジンに掲載されたシドニーパジェットによる銀製号事件の差し絵。ホームズがシカウチをかぶっている。本作ではシーズン中初めてシャーロックがシカウチをこむるシーンがある。シドニーパジェットの差し絵で定着したホームズ像ではあるものの身は原点中に彼がシカウチをこむるシーンは存在しない。 これについてもファットは前のシーズンを見た人はこんなことしないと思ってただろうけど僕らは被せる気満々だよとコメンタリーで語っているハドスン夫人が冷蔵庫中に保管された親指の標本について文句を言うが義手の親指には殺されかかって逃げる途中に親指を切り落とされた依頼人の話が出てくる草原で ブーメランによって男性が死亡する事故では、これがオーストラリアの土産物だったことが語られる。原点では、ボスコム渓谷の惨劇、修道院屋敷などでオーストラリアが出てくるほか、4つの署名での記述から、ワトスンが若い頃、オーストラリアにいたことが示唆されている。シャーロックは、とある巧妙なお方からの依頼として、アイリーンの一件を引き受けるが、原案となった。 ボヘミアの修文では、ボヘミア王が、依頼主とされている。また、巧妙な依頼人では、名前を隠して、ホームズに依頼してきた人物が、当時の英国王エドワード7世だったと示唆される。バッキンガム宮殿でのシャーロックへの依頼シーンは、この2作を混ぜ合わせたような作りをしている。アイリンタクを訪問したシャーロックは、首元にカラーをつけている。これは、ボヘミアの修文で、 アイリーン宅に侵入するため、ホームズが聖職者に噴したことに由来する。またジョンがチラシに火をつけて、陽動作戦に出るが、原点のホームズも発煙筒を用いた偽装火事で写真のありかを突き止めている。アイリーン邸で金庫の仕掛けに気づいたシャーロックがバチカンの亀を、と叫ぶシーンは、差し迫った危険を知らせる時の合言葉として、三の兆候。 最後の問題などでも用いられている。なおこのバチカンのカメオとはバスカビル家の犬で登場する語られざる事件の一つである。ベーカー街にアイリーンがやってきた後、シャーロックはストランド街に貸し金庫を借りたというが、赤紙連盟にはホームズが店員の蘇生を確かめるためストランド街までの道筋を尋ねるシーンがある。また原点が連載されていたのは、 ストランドマガジンという雑誌である。本作では、ジョンのフルネームが、ジョン・ヘイミッシュ・ワトスンであると明かされる。これは、ワトスンのフルネームが、ジョン・エイチ・ワトスンとされていること、さらに、唇のねじれた男で彼が妻に、ジェームズと呼ばれることから、作家で、シャーロキアンのドロシーエル・セイヤーズが発表した説に、基づく。ヘイミッシュとは、スコットランド・ゲール語を転記したもので、英語の、 ジェームズに相当する名前である。アイリーンがマイクロフトの自宅でホームズ兄弟と交渉するシーンではマイクロフトが袖元で何かメモをするシーンがある。ゲーティスは当初カフスにメモを取る描写を入れようとしたが結局却下されたとコメンタリーで発言している。一方原点には海軍条約文書事件でホームズがカフスにメモを取るシーンがある。シャーロックは最後に アイリーンの携帯を国防ファイルからくすねるが、原作、ボヘミアの集文でも、事件の記念としてホームズは、ボヘミア王に、彼女の写真を所望している。アイリーンとジョンが対面するバタシー発電所。タイトル中のベルグレービアは、ロンドン中心部の高級住宅街であり、本作では、アイリーン・アドラーの家が所在する設定になっている。彼女の邸宅の外観は、 実際のベルグレービアにあるイートンスクエア内装はウェールズニューポートで撮影された。プールサイドのシーンはベッドミンスターのブリストルサウススイミングプールで撮影された。シーズン1、シーズン2の2回の撮影館にプールが改装されてしまい制作陣が慌てたというエピソードがある。改装は結局警備なものだったがモリアーティの正体を隠そうと前シーズン撮影時には 真の記録写真を撮影しておらず、美術班は再現に苦労したという。この場所は少年時代のゲーティスが通ったプールでもあった。プールサイドで流れるモリアーティの携帯の着信音は BGs のステインアライブである。プロデューサーのスーバー中が参列した葬儀中に参列者の着信音としてこの曲が流れたエピソードに由来し、 この話の場違い感からこの曲が採用された。モファットは死者のフライトシーンについて映画女王陛下の007でお蔵入りになったシーンから着想を得たとコメンタリーで言及している。本話では他にもボンド作品へのオマージュがありチャーター機のコードには007、作戦名にはボンドやノナが当てられている。また相手の爆弾テロ作戦が分かっていながら フライトをさせたのは第二次世界大戦中、イギリス軍がエニグマ暗号を解読していながら、ドイツ軍にコベントリー爆撃をさせた逸話に由来する。作中バッキンガム宮殿内とされたのは、ロンドン大学のゴールドスミスカレッジである。シャーロックの実室には元素周期表と日本語で書かれた面状が貼られている。後者は空き家の冒険で、大陸でホームズの命を救った。 日本の武術、馬ツにオマージュをかけたものである。マーク・ゲイティスはコメンタリーで、この部屋にはエドガー・アーラン・ポーの写真も飾られていると明かしている。ベーカー街221バイトにマイクロフトがやってきたシーンで、シャーロックの持っている新聞には病院回収の記事が載っている。これはシーズン2第3話、ライヘンバッハヒーローの伏線である。クリスマスパーティーのシーンで、 ジョンの彼女ジャネットを演じているのは、チャールズ・チャップリンの孫、ウーナ・チャップリンである。アイリーンとジョンが対峙するシーンでは、バタシー発電所がロケ地になったが、この発電所は放送後に再開発が始まっている。なお撮影に使われたスイッチルームが、モンティ・パイソン、人生競争局や英国王のスピーチでも登場するなど、バタシー発電所は、 英国の様々なポップカルチャー作品でも使われている施設である。作中で新年を迎えた際に、シャーロックがオールドラングサインを弾いているが、英国では新年を祝う曲としてポピュラーなものである。撮影には影響しなかったものの、本作のロンドンロケ中にはロンドン暴動が起きていたことがコメンタリーで語られている。ありがとうございます。